にちは。伊達ラーメンです。めっちゃするよこれ。鼻くそ詰まってんじゃねえ。おしっこ漏れそうだから早く行こう。メガネのプリンスです。いいよ、ママと野菜切ろう。お、おいしそう。ただいまの時刻は4時半です。今日は、待ちに待ってキャンプ。宗谷岬って知ってますか？宗谷岬っていう最北端のところに、私たち夫婦33年、35年にして1回も行ったことないんですよ。北海道あるあるなんですけど、北海道の人は北海道広すぎてほぼ皆さん回りきれてません。いや、北海道好きな人っていうか旅好きな人は行ってますよ、どこでも。でも札幌どっかで生まれちゃったら全土を回るってことはね、死ぬまで回りきれてない人多いと思います。死んでから冬霊になって回る人もいるかもしれないですけど、とりあえずそんな感じですね。なので私たち夫婦は、まあでもとりあえず最北端は行ったことないんです。ということで今日は初めて北海道のね、魅力もね伝えられたらいいなと思って、はい、まあちょっと、はい、頑張ります。おにぎりとか朝ごはんとか、おにぎり、とりあえずおにぎりをね、にぎにぎ、おにぎりをにぎにぎ握っていきたいと思います。さよなら。あ、やばい、5時半だ。どうしたの小猿ちゃん、どうしたの小猿ちゃん。ずれる。もこ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 だから車の中だって。もこもこの子あるよ、ほらそこに。もこもこの子あれ泣かないね、リオンちゃん行こう。はあるっつんだよ、かがみ。あるよ、ほらリオンちゃん、ほら女優帽かぶって。うん、もうこれ、ね、寝たままセット着ですから。リュウトも着替えて。なんだよ。眠たいね。だってまだ5時半だもん。いや、車の中で寝なさい。知ってるよ。リュウトはいつも早いですわ、朝。ああ、いろいろ大変じゃん。猫。猫入ってるよ、これ3匹。帽子も入ってるし。全部持つの？いいのこれで。女優帽はどうすんの？女優帽いいの？かぶんの？あ、かぶんないの？あ、そうですか。ただいま5時58分だよね。レッツゴー。検証しようかな。おい、絶景です。ここは厚田の方。綺麗、山が。おしっこが漏れそうなのにね、まだトイレやってないっていうね、マジやばい、おしっこ漏れそう軍団開くから。違う、すごい、見てもすごくない、これ。あ、おしっこ漏れそうだから早く行こう。いや、先見たいのに、おしっこが、あ、おしっこが、あ、すごい綺麗。141キロ。なんかバラ園にやってきました。羽幌町らしいですね。綺麗だね。
太陽が眩しい。わ、綺麗だね、バラ。私バラ好きなんだよね。あ、いい香り。パパの臭い頭にバラをこすりつけて。鼻詰まってんだわ、うん、めっちゃするよね、うん、ね、いい匂いするよね、いい匂い全然匂いしないんだよ、鼻詰まってんだ、鼻の香りしない、鼻いかれてんじゃね、めっちゃするじゃん、え、めっちゃするよこれ、鼻くそ詰まってんじゃね、やばいわ、耳鼻科行った方がいいわ、何が動いてるのかわかんない。クマバチ入ってる。クマバチ？え、これが食べ物。クマバチ？え、やだ。これ食べ物だし。なんでハチ入ってるの？え、食べ物。めっちゃ怖いんだけど。こういう作りではないと思う。すごい。やばいんだけど。服は無料だって、なんかパパいいのあったら持って帰れば、ちょっとでもおばさんチックなの置いて、女物ね、男物ないね、あ、デニムいいじゃん、デニム、そう、このデニムかっこいい、いいの、これ結構いいの、似合いそう、え、マジで誰も着ないの、これいいじゃん、え、本当に持ってっていいのかな、俺これする、え、本当に、うん、似合う、え、本当に着るのこれ、いいのこれ、なんかおばさんっぽいけどいいの、これもおばさんっぽいです、すごいのこれ、鳥屋敷みたいな、あ、すごい、何コロノベ町、空が綺麗やな、汚いって、それ汚いからマジやめてよ、ほんと汚いよそれ、やめなよ、すごいね、なんかよくわからない模型があります、鶴かな、くそ、もう臭くなってきてる、だから裸足で履くなっつったべや、これどこに置こう、ここに置いといていいの、サンダルちっちゃいの、サンダルちっちゃいの、あ、そう、足大きくなった、え、りゅうちゃん立って立って、なんすごい、ここベンチじゃないんだけど、ここベンチなの、まだまだ入れない、まだ入れないから、ちょっと見に行こう、あっちお散歩してよ、あ、塩の香りがすごいね、いい匂い、海鮮が食べたくなるな、ホタテラーメンです、すごい美味しそう、ママ何やってんの、スプーンもう一個もらった、すいません、子供用のスプーンもう一個もらって、どこに落としたのさ、何がさ、これ今これいいですか、ママ、ママ、夫婦して、ママ、夫婦して、ママ、これ、ママ、これ、はい、するはい、夫婦するよ、ねえ、夫婦して、ママ、これ、食べてみて、
べれるの？ヨンちゃん、静かに。自分で食べれるの？何？いや、置いといて。味覚が美味しい。野生の鹿いる、やばいやばい、え、やばくない？野生の鹿、え、これやばくない？ママダメ、危ない。え、なんで？え、誰も何も反応してないけど、見慣れてる感じ。てかパパいなくなっちゃったね、次。え、やばいやばい。こんにちは。すごい、めっちゃ食べてる。わ、綺麗だね。やってきました、日本最北端の地です。めちゃくちゃ並んでる。マミヤ林蔵のマミヤラーメンだったんだ、あれ知らなかった。マミヤ林蔵さんがあそこに、マミヤ林蔵さんです。こちらがうちのマミヤ、マミヤでうちのマミヤ。はい、やってきました、メガネのプリンスです。稚内店です。相川翔さん写ってる。メガネを忘れたんです。タクト持ってきたけど、メガネ男だからメガネを買うとのことで、稚内まで来てメガネ屋に来てます。クソめんどいよ、なんでメガネ屋なの。全然条件と違うところ行ってるよねまさか稚内のメガネのプリンスに来るとは思わなかったね。ね、うん、一番大事なもの忘れてんの。稚内のふれあい公園だっけ、オートキャンプ場に着きました。これからテント立ててバーベキューします。あ、新潟から来たんだって。え、なんか変わった、何やってんの、うん、すごい。雨はやんだね。やんだけども、でもすごかったですね。なんか下の道南とかの方が結構なんか通行止めとか。一緒の方が、はい、うん。え、引っ張ってるよ。いてて。屋根、屋根か。屋根。前も引っ張ってる。え、どうしてるよ。危ない。運転した方がいい。運転した方がいい。見て見て。こっちってならないんですけど。じゃあ押さえてあげるかな。押さえて、押さえて、引っ張って。引っ張って。あ、いた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 わ。俺のおかげ？俺のおかげだ。あ、またこっちもだ。あとあと。いや、リンちゃんやっていいよ。ああ、気合いよ。いいよ。いいよ、じゃないよ。痛い。痛い。痛い。大丈夫？うん、硬いんじゃないこれ。硬すぎるわ。こんなん誰も食べれないじゃん。これ女性なら無理だよ。いいよ。これ何？こっち待ってて。こっち、こっち待ってて。え？こっちってどっち？あいだ。痛い。やだこれ。ちょっと次。うん、ハプニング。あ、着いた、よかった。着こう。
この前にまず米やろうなんて。ああ、そう、いや、つくかつかないかって確認したかった。やばいね、やばいね。どうしたの、溶けてるんだけど。まあ、いっか。やばいわ。焚き木もするけど、現代の社会にも頼りつつ米を炊きます。大丈夫か。はい、はい、聞こえてる。はい、飛んできた。はい、レンちゃんこれ。リオンちゃん、手伝って頑張って。レンちゃん、こう持ってて、こうやって持って。持つだけでいいんだよ。じゃあ、ママ持つかい？ねえ、ねえ、リ。リ、ねえ、ねえ、いいよ、リオンおいで。リオン、ママと野菜切ろう。リオン。リオン、それ貸してあげてって。ちょっと一回だけ、一瞬貸して、一瞬。買ったの、リオン。やだ、やだ。いや、分かった、大丈夫、落ち着いて。分かったから。リュウト持って頑張ってって、寝れないよ、どこまでも。いいよ、返して。やだ、ね、リオン寝れないよ、本当に。それ振り回さないで、足の落としたら危ないって。返してリュウトに、いや、リュウトに渡してって。リオン、リュウト、うわ、びっくりした。何かと思った。ママ、リュウト、これ売れた。やれるから。ねえ、待ってね、リオン、パパの言うこと聞かないとできないよ。ねやめてって、それ。ね、リオン、軽く購入品紹介タイムしたいと思います。こちらはどこかの道の駅で搾取した、なんかこう本名載っちゃってるけどいいのかな、これ。なんか山本京子さんが、作ってくれた玉ねぎだったり、熊田さん、松浦さん、各種野菜となっております。あのスーパーでこれ3セット1000円パック 20% オフの粒スルメイカの足が安かったので、今日はこの豪華メニューとなっております。あと、あ、フランクフルトもある。あとはレトルト食品など、お米今炊いてる最中でございます。お米も家から、持ってきました。こちらは、お仕置きから貸してもらってる30年ものの弁当と、その他もろもろ中古で揃えてるものとか、まあ旦那の趣味で揃えてるものとか、いろいろ汚いガスコンロもあります。こんな感じでーす。コンロがそんなに汚いってもね。どうしたんだろうね。なんか悪霊退散、なんか除霊でもしたのかなっていうぐらい気持ち悪いね。あ、落としちゃった。おこげができてるよ。いい感じですね。はい。お、おいしそう。粒にも醤油入れた方がいいんだっけ？忘れちゃった。入れてみる。食べよう。暗いね、ちょっとね。食べよう。やだ、ね、もう。間違えた。箸が。あ、ある。よ、箸。うまっ。リュウちゃん、いらない。リュウちゃん、いらない。リュウちゃん、食べなかったらもうお菓子あげないからね。お菓子がいい。ダメ、もうあげないから。お菓子。もうあげない。お菓子。食べなかったらお菓子あげないよ。お菓子がいい。
ミヨンちゃんわがままだよ。ちゃんと食べて、ほんとに。バナナ食べるの。あと肉もお菓子だから。美味しいカレー、ね。これキャンプの時のカレーってうまいよね。これキャンプの時のカレーってうまいよね。また鹿出るかもね。かね。ママ。いやなんかね。もう鹿は何なしてる？何なしてるわ。鹿が来る。キャンプに乾杯。宗谷岬に。あ、宗谷岬に乾杯。うん。これめっちゃうまいんだけど。ミックスフルーツ。ジュース感覚で飲めるね。うまい。超うまい。油取ってんの？クリアちゃんこれ油取ってるけど君は何やと。油取ってると顔面白いなと思って取れた油。これがメガネのプリンスで買ったメガネをご紹介します。これがいいじゃん。似合ってる似合ってる。こっち向いて、わかんない。あ、いいじゃんいいじゃん。いいよ、全然いい。ちょっと暗くて見えないけど。稚内プリンスデビューだね。1日目は疲れすぎて、もう頭が、おかしくなりそうなので寝ます。おやすみなさい。って言ってもまだパパとリオンは起きてます。息子は寝ました。